こんばんは。こんばんは、クラブジェラシーの代表取締役次郎と申します。クラブジェラシーのイケメン響って言います。自分で言っちゃう。はい、ちょっと言ってください。うっす。はい、はい、お願いします。お願いします。はい、今年のね、2月にオープンいたしまして、うん、まあコロナにも負けず、うん、オープンしました。はい、で今回は皆さんにちょっと、求人の方お願いします。はい、まあ入ったばかりの響くんなんですけど、はい、どういうお店ですか？ね、なんかやっぱもちろんこう先輩も優しいし、すごくこう楽しくて働きやすい、なんかこう環境ではあるんですけど、うん、僕が一番入って驚いたのが、なんかこう新規の入ってこられる数に驚いて、うん、でまあ僕こんな感じなんですけど、こうナンバー2っていうところまで来させてもらって、うん、なんでこう誰にでもチャンスつかめるのがあるなと思って、いや本当に入ったばっかりなんですけど、もう3ヶ月でナンバーに入ることができて、しかも2っていう感じなんですよね。まあ、来店客数は本当に新規オープン店でありがたいことにすごく多いので、うん、経験者の方もすごい得があると思いますんで、はい、よろしくお願いします。まあ、こんなジェラシーですけども、仲間を、どんどん募集してますので、よろしくお願いします。お願いします。